思ってたよりすごそうだね。今はすっかり寂れちゃってるって聞いてたのにね。本当にファンタジーの世界にいるみたい。ハッピー、これ絶対再生数稼げるわよ。スカートも短くしたしね。うわ、100年ぶりのお客様ご来店。ボクたちがいっぱい。あなたの望む夢は何ですか？プリンセス？ここはそんなあなたの夢を叶える王国。ようこそ夢の王国グランデへ。冒険者ギルド流星の灯火、冒険者の登録ができるんだ。おお、準備はいい？冒険の始まりよ。冒険の始まり。なんだ？アラームよ。惑星ノーマの天気はちょっと変わってるからセットしといたの。変わってる？ほら、なんだこりゃ。さっき雲の中で見たでしょ？土のエーテルの結晶よ。結晶？もともと土のエーテルが多い星でね、大気中の土属性エーテルが上空で結晶化してこうやって降ってくる。地上に突き刺さった結晶は時間とともに土に戻って循環するの。ほら、あの柱は低いでしょ？だいぶ前に降ってきた結晶ね。なるほど、エーテルの結晶。つうか、この星の奴らはよくこんなところで生活できるな。まあね、だからこの星は地底に国を作ったのよ。おお、地底に人間がいっぱい。人間じゃないのもいる。俺もここにいる。全力で地底にいるぞ。虫はいないだろうな。はいはい、行くわよ。皆様、くれぐれも用心してください。この星は悪党の巣窟、常識など通用しません。それにしてもこの星、どういう町の作りなんだ？もともとこの星は木のエーテルが豊富だったゆえ、自然の豊かさに恵まれた星だったらしい。俺の時代じゃあのバカでケーキを見たさに人が集まる観光地だったのに。データベースによりますと、この町は機械樹と呼ばれる大樹の上に作られています。今私たちがいるのはその最下層ですね。木の上のエーテルすげー。